おはようございます、こんにちは、こんばんは、よろしく。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。寄付の行方不明、オルモック氏、米と車椅子はどこに？ COA が調査を開始。このニュースではオルモックシティ政府が寄付を受け取ったにもかかわらず、その後の寄付の行方がわからなくなっている問題が報じられていますね。はい、 COA が調査を行った結果、公式の Facebook ページには寄付が受け取られたことが記載されていましたが、実際には寄付の受け渡し後の記録が存在しなかったと報告されています。明かされましたね。これだからフィリピンへの寄付は考えるのよね。ですよね。フィリピンへの寄付する方はよく考えた方が良いですね。さあ、犯人は誰でしょう？ COA とはフィリピン政府の独立した機関であり、監査と財政管理に関する責任を持っています。 COA はフィリピン憲法に基づいて設立され、フィリピン国内のすべての政府機関、政治的部局および政府によって所有または管理される公共資金の使用と運営を監査する責任を負っています。 COA の主な役割は、公共資金の収入と支出の透明性、効率性、効果的な管理を確保することです。 COA は政府機関、地方政府、国営企業などの財務諸表を監査し、予算執行の妥当性、財政規律、法令遵守の程度を評価します。また不正や浪費の発見や予防も重要な役割です。記事には寄付された米や車椅子などの一部がどこに配布されたのか明らかになっていないと書かれていますね。 COA の報告によれば、市のアカウンティングオフィスは寄付を受け取ったことを認識するための記録を作成しておらず、配布に関する書類も見つからなかったようです。そうですね。 COA の調査によると、一部の寄付は市の災害リスク低減管理事務所に引き渡された後、サザンネイテに輸送されたとされています。しかし管理事務所ではこれらの寄付物資を見つけることができなかったようです。市の役人が公式の Facebook ページで寄付を紹介し、受け取りを確認したにもかかわらず、実際には寄付が利用されていなかったというのは問題ですね。この問題が明らかになった後、市の管理事務所はどのような対応を取ったのでしょうか？ COA の報告によると、市の総務事務所に対して各部門からの配布リストの提出が求められたようです。また記事には、現職のオルモックシティの市長であるルーシー・トレス・ゴメス氏についても言及されています。ただし具体的な市の対応や今後の対策についてはこのニュース記事では明確にされていませんでした。ではニュース記事の解説します。オルモック氏の会計事務所は、寄付のうち米や車椅子の寄付品がどこにあるのかを COA 監査員に問われています。2023年6月10日午後12時18分フィリピン時間に COA は発表しました。オルモクシティ政府の公式 Facebook ページの投稿によると、様々な団体から寄付品が寄せられていたことが分かりました。 COA はこれらの寄付が Facebook の投稿で示されたように引き渡された後、その後どこに行ったのかという寄付の状況をオルモックシティ政府と確認しました。 COA によると、オルモックシティの公式 Facebook ページに示されているように、寄付者からの適切な引き渡しが行われ、市の役人によって承認されていたことは確かでした。しかし COA はこれらの寄付品が引き渡された後どこに行ったのかを示す記録がないと指摘しました。国家監査人は次のように述べています。会計事務所への問い合わせにより、市が Facebook に投稿された形で受け取った寄贈品については知らなかったため、その認識のための会計伝票も作成されず、彼らの事務所には配布シートもありませんでした。監査チームによると、失われた寄付品のリストは2022年1月12日に国家電力グリッド公社から寄贈された米200袋、1袋 25kg 及び1リットルボトル入りの水150箱、2022年1月に国立住宅庁から提供されたタブレット12台、
ブランドは非公開。2022年3月にキットマスター財団から提供された車椅子46台、2022年8月に味の素から提供された軽量スケール3セット、2022年2月にパンダシティマーチャンダイズ社のオーナーであるジェームズ・サイから提供された白い T シャツ1000枚、2022年3月に環境管理局リージョン8から提供されたゴミ箱。問い合わせの結果、市の総務事務所は台風オデットの被災者向けに予定されていた米200袋とボトル入り水を受け取っていないと COA に説明しました。市総務事務所は寄付品は市の災害リスク低減管理事務所に引き渡されたと述べました。しかし監査チームはそれらを都市の災害リスク低減管理に関する担当部署で見つけることはありませんでした。監査人は述べています。都市の災害リスク低減管理に関する担当部署は救援物資がそこに置かれただけで、すぐに南レイテ州に輸送されたと説明しました。台風によってより深刻な被害があったためです。米の寄付に関するソーシャルメディアの投稿では、オルモックシティはこれが NGCP がオルモックシティ政府の救援活動への援助をさらに提供する方法と述べています。その Facebook の投稿での市の役人は、暫定市長のトマス・セラフィカと市議会議員のエンジニアエステバン・ロレンテでした。 COA の報告書では、監査終了会議で管理部門は、市政府が NGCP から受け取った救援物資は実際には市には向けられておらず、市の倉庫に保管するために渡されただけであることを明確にしましたと説明されています。国家監査人は、寄付品を受け取る責任のある部門からの配布リストを市総務事務所に提出するよう指示しました。サマール州オルモック市の現職市長はルーシー・トレス・ゴメスです。以上となります。このニュース、ごく一部だよね。表に出ない、横領たくさんあるし。だよね。フィリピン人の方からいろいろと耳にしますよね。寄付された方は大変腹立たしいニュースだと思うよ。最低の人間だね。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。ありがとう。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。